京成電鉄で新型車両3200型が導入されます。京成電鉄は今日30日、京成グループ中期経営計画を公開し、2022年度から2024年度に新型車両3200型を導入する計画を明らかにしました。日々の暮らしとしてエネルギー資源のロス削減のため、編成車両数が変更できる新形式車両を導入するということです。形式は3200型となります。車両デザインや投入区間、運転開始時期は今後発表される予定です。大まかな導入時期は2023年度から2024年度だということです。3200型が導入されると、2019年4月に登場した3100型以来の新型車両となります。これで7月30日の KAB ニュースを終わります。